はい、じゃあ、今回はね、まあ最近加入した、ベシャリ食堂でまあちょっと名前を打ってしまった恭平なんですけども、うん、とあとまあ前さん、うん、とあとまあ僕の後輩の、名人まあ実はこいつ超ゲーム名人でもうやばいぐらいの超の使うだな。まあ俺の方が俺よりゲーム知っとんのにまあなんか俺が仕切ってむどみたいな、まあ意味わからん状況じゃなってむんだけど、まあ、とりあえずもう光る抜きでちょっとせやな俺やってみたいって言うたら、あ、まあ、ほなやってみろやみたいな上から言われたからちょっと頑張ってみようと思ってやってみます、まあ、その、まあ、一番最初のこの画像画面も多分全く意味わからんと思うけどこれも俺が一番ご利用ししとキャラクターやからこれこれが一番強いと一番強いと三国無双でいう呂布状態やから呂布状態やからちょっとこれでもう俺が赤鬼か黒鬼をバチバチ言わそうかなみたいなこれじゃあプリンプリンを選んでも OK。 そうやな、とりあえず選んでくれたら俺は参加するから OK。 プリンプリンで参加しますか。はい、でこの画面で待っとったら普通に俺は参加できるから。なるほど、これから通信を返します。みんな通信 OK？ もう相手探してますけど、ああ、まあ、出てこないですよ。ああ、こんな近くおるけどな俺2ミリぐらい横におるけどな俺多分これ今日間違っとこれえでかし設定間違っとっぽいの設定が間違っとる。うん、多分あ、こっからこれで OK や多分。あ、これでいけるわ。これで丸、うん、あ、これで俺は入ったからちょっと待って。あ、いけますね。いける、うん、いけた、いけた、これでいけるわ。で、このメンバーでちょっと待ってな、これ入ってからまだまだ入ってんだこれ。そうそう、入ってくるからこれで OK。 来た来た来た、 OK、 これでいけるわ。決定。はい、オッケー。うわ、妖怪ウォッチ面白い、ほんまに妖怪ウォッチよし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 、まあ、とりあえず前倒せんけど黒鬼撃破したいけど、黒鬼をね、ちょっと撃破していこうかなみたいな。赤鬼や、まあ、俺はもう呂布やから絶対もういけると思って。あ、赤鬼か、まあ、赤鬼やからもう速攻倒していいと思うよ。よし、じゃあ行っちゃいますね。あ、行けよ。お前なんか余裕やなお前赤鬼はね、まあ、まあ余裕やから余裕かましてますやんさすが名人。赤鬼余裕やからね。赤鬼余裕け。いや余裕やでこいつは。ただな、一番ビビっとんの俺やろ。うわ、ちょっといやもうずっと攻撃しとったら何も食らわずにいけるから、俺回復できるから。よしよしよし、おらどうや。まあ俺結構食らっとんだこれ。いや全然食らってへんね。食らってない、全く食らってないからいける。画面が見に行く気分だけど俺がどこか分かるのとりあえず後ろからどつくしかないなみたいな。あ、うんちくもあれ、あの遠距離できるからそんな近づかん、ちょっと離れて、ちょっと離れても全然いける。なるほど、たまれたまれたまれたまってくれよ。お、爆弾爆弾、うわ、これ爆弾も別にあれ、これも OKOKOK 全然それでもいけるから、ちょっと近づいて俺それが爆発したら俺らもダメージいけるから。あ、これ下手が余計なら危ない。 OKOK、 うわ、マイスさんどうにかしてこれいやこれもうえ、こそれはそれはそこよ、そこってそこってくれ、そこったねやばいやばい、俺それをそこってる、わかん、いや全然食らへんねん。お、ほんまや、もう回復したからスッキリみたいな。 OKOK、 一回どういうとこなのか、どういうとこなのか、とりあえずおぶろで、とりあえずもう一回全員で集まってうん、掛け声頼もう、ほんまに。せやせやせーので行こう、ほんまに。ここはもう全員一戦行かなかな俺。あ、これ怖いな、これ誰が仕切る、これ誰が仕切る、これ、それあれやろ、強兵仕切ったんや。あ、オッケー、俺せー、せーのみたいな、せーのでいきますよ、初せーの、人生初せーの、ああせーの、バーシャー、え、取った、俺取ってないっす、俺取ったいや、まあ、今日最初はこれやから上手かったら、全然いけるから、全然やってん、面白いなこれ、まあ、全員だから自分で回復できるから、これどれに持っとうから。え、回復するときって X で、X で敵攻撃したら回復すんねん。あ、吸収やから、ドレーンやから。なるほど。で、これ今、どこにいた方がいいかな。基本的にアイテムを集める。だから、あの、ハテナってあれやん。ああ。そうそう、ハテナを、なるほど、あの、集めなあかんねん。集めるというか、自分の好きなアイテム。まあ、おにぎりが一番やな。なるほど。基本的には。体力回復のおにぎり。そうそうそう。アイテム、アイテム。アイテムどこにあるの？え？アイテム基本ハテナのとこやから、あ、このお、この枠の中にあるんかえ、ほら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 、見えへん、全然見えへん、ごっつい車とか見えへんセンチュリーみたいなとこあったもん。アイテムここありますよ、ヤクザの家に入ってもダメや
危ないな。あ、でもここありますよ。指取られる前にちょっと逃げる。え、どこ、どこ、どこ、僕のとこですね。僕のとこは全然わからないね、それ。名人どこあるんですか。あ、青に来たわ、青に来た。こっちっすね。あ、ちょっとこっちっすね。あ、どこ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 。こっちっすね。あとっすよ、あとっすよ。あと、あ、来た来た。どここれなんかちょっと頼む、俺結構不安なタイプやから、おにぎり。おにぎりではないですけど、うん、よし、取っちゃったらいいんじゃないですか。うん、お、おりようか。もう取った。オッケー。え、これって何、これマジさん、マジさん、これ何、このわ、このアイテム。あ、ロケットパンチやな、それ。ロケットパンチ。700ダメージで相手に食らわせていい。700ダメージ。え、じゃあ近くでこれ、Y 押した方がいいってこと。そうそうそう、相手をターゲットして、十字キーあれ、この十字キー、この十字キー押したら相手ターゲットできるから、ボスにそこで Y 押したいね。よし、もうよし、よし、もう行こうか。とりあえず青鬼、青鬼の、水は、あ、ここは、こっちやな、こっち、ここおるわ、この上かな、こんなか。いや、多分上やな。なんか何や。え、ちょっと続いていこう。どうやって入るんですか。多分あっちや、あっちから、裏側から入るわ。なんかいましたよ。おった。はい、鬼おる。はい。おおおおおおお、よし、あ、よし、芝居ときますね。お前、その余裕どっから出るか。あ、水のやつや。水の下だと避けれるから、基本的に動いとったら。お、ほんまや。で、攻撃2回してたら水の下だと来るから、基本的に。なんか、罠仕掛けていいですか。ええ、ええ、よしよしよし、オッケーオッケー。前さん、これ、あれは、ロケットパンチ大丈夫だよ。ロケットパンチは、あれ、ターゲット取らないと打ち込めへんから。あ、十字キーで。そう、十字キーでなんか、なんか赤みたいなの出るやろ、なんかボタン的に。赤？ちょ、ターゲットいかないかな。とりあえずこれ入って、ほら、で、Y 押してね、Y 押してみて、Y、 Y、 ほら。いや、進化けど、やばいやばい、やばいっすね、結構食らってますね。誰が。え、誰が。いや、僕も名人、名人食らったのに。お前な、名人やったらしないはずやから。頼むで。いや、俺もやばい。お前さんもやばいやばい、これ。うわー、水食らった。こんなとこで死亡してもしゃあない。とりあえず俺爆弾解除 してんから、ドレインで普通に攻撃しとったら勝てるはずやから。大丈夫、俺が倒す。俺が。あ、めっちゃ食らいました。やばいやばい、あら、くぅー、俺が食らう。やばいやばい、やられちゃいました。どうも、名人早すぎるわ、死ぬんが。結構お前さん、どうしたのこれ。俺とこ、うんちが、だから基本的にあれやって、やばい、死ぬ死ぬ死ぬ。逃げながらドレインしていきよったら死なへんねんって、基本的に。ちょっと、あ、なるほど、パワー回復してじゃなくて、オッケー、回復してから俺が。無理や、無理やったわ。頑張ってください。これ終わった。もうこれあれやで、ちょっとこれをもう厳しい状態で、もう終わったな。これでも勝ったらもうか勝ち目ないな、これ。MVP やな、あの X あれやん。もうもた来た、黒いじゃん、黒いやん。絶対無理やって。お前ら、もうこれはとりあえずもう出口逃げないけど、もう無理やったな。鬼に金棒やったよ。あかんわ、無理やわ。じゃあ、黒に落ちました、ね。じゃあ、たぶん、あれだ、もうちょいやんが、その、うんちくまで結構攻撃しながらやって、引きつけたりとかせなかったんで、基本的に。最強キャラやから、防御役でも できるから。全然使い慣れてへんな。うん。もう使い慣れてへんが、もうやっていくしかないな、それは。そうか。なるほど。とりあえず、まあ、あれやな。まあ、てなわけで、まあ、初心者がやってしまうとこういう風になってしまうんですけども。しゃあないと思う、最初やから。うん。まあ、まあ、次からあれじゃん。普通に、まあ、慣れていったら、ですね、うん、普通に倒せるから、あいつら。まあ、ちょっとヒカルを舐めてましたね、これは。ヒカルのプレイングを。ヒカルのプレイングを舐めてましたね。これさっきからもうやっとる時からもう、お前ほんま下手くそやね、みたいな。ああ、まあ、とりあえずそういうコメはくれやろうけど、まあ、気にせず行こうぜ、めっちゃ楽しいな、でも。とりあえず楽しかったです。うん、ということで、まあ、こういう結果に終わりましたが、次回も、そうやな。恭平のゲーム実況、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。